さあ、ポケモンハートゴールド続きやっていきたいと思います。ちょっとね、この草むらの中でちょっと欲しいポケモンがあるんで、まあ、そのポケモンをまずゲットして、でそっから大木戸博士ですかね。で、ロッククライもらえたら光の鈴ですかね、もらった。確かトゲチックちゃんが進化できるんで、なんか弱いやつが出なくなるみたいなラジオがあったと思うんで、ちょっとそのラジオ流した方がいいのかな。全然違う話しますけど、今朝の7時なんですよ。で、本当はもうちょっと時間帯とか変えたいなと思ってるんですよ。もうこれ完全な個人的自由で話ですけど、どれだったかな。なんか上でも流す関係あんのかな。すいません、全然関係ない話しようって言ってあれでしたけど、選挙期間なんですよこれね。配信者泣かせみたいなところ、配信者というか、多分いろんなところで影響があると思うんですけど、まあ配信中とか動画撮影中にこの選挙カーの、まあ超えて入るわけじゃないですか。よっぽどこのお金持ちで、タワーマンで80階だ70階だみたいな形の上にいるとか、防音設備が完璧な人は関係ないと思うんですけど、まあ言うたらその選挙カーの声が入るのは最悪いいとするじゃないですか。最悪ですよ。でもそれ流すと、あ、来た来た来た。あ、おたちか。しまったな。結局それを流すと、あなたその地域に住んでますねみたいなっていう絞りがあるみたいなのがあるって言いますからね。まあ自分がそうだってのを言いたいわけじゃないんですけど、まあ個人的にはやっぱ選挙カーはね、大反対なんですよね。なんか群衆心理学的な話でいくと、選挙カーを回、選挙カーって結局のところ、声を鳴らすわけじゃないですか。名前を連呼して。で、効果があるらしいんですよ、やっぱ。いかに選挙カー回して、周りに迷惑をかけようが、なんだろうが、関係ねえぞと。それはダメだな。確かなんかあったと思うんだよな。だどんなに周りに迷惑かけようが、なんかその病院とか、保育園とか、なんか近くをなるべく行かないでくださいね、みたいなルールがあるんですよ。じゃあそこの地域をね、外すかって言ったら外さないわけじゃないですか。そんな言うたらどこも走れんわ、みたいな。しかも大した注意喚起みたいなもんなんで、だからまあ言うたら無視してもいいわけですよ。無視していいというか、注意ぐらいなんでね。自分が当選することの方が大事ですからね。で、僕のおすすめとしては、AirPods で合ってますか？イヤホン。AirPods Pro 2ってのがあるんですよ。で、それのノイズキャンセリング機能っていうのがものすごく優秀で、周りの音が聞こえなくなるんですよ。で、その、音を聞こえなくするっていうのって何パターンかあると思うんですけど、これ出てくんのかな？本当に。ちょっと、言わずつきしようかな。なんかこっちのところで、進化、ここか、ほんと。でもまあ、出る確率が低いから。そうで、その AirPods ってめちゃめちゃ優秀で。これって、あ、そうか、戦うか。ちょっと戦っていくか。君みたいにさ、待ってたんだよ。AirPods Pro がめちゃくちゃ優秀で、音が聞こえなくなるんですよ。いや、音が聞こえなくなるパターンって、アブソル。お、アブソル、かっこいい。ちょっとね、ポケモンの話をしましょう。さっきの話は後でします。アブソル。進化しないんだね。場所によってはメガアブソルになるんだ。ちょっと一回、と言いながらも一発で倒しました。危険を察知する能力を持つがゆえに人からは技を愛をもたらすポケモン。風のように野山を駆け抜ける弓なりの角は自然災害の予兆を敏感に感じておきます。
なるほどね。災いを感じることができるけど、災いを感じることができるってことは、災いを持ち込むと考えるってことなんだ。いいことっちゃいいことな気がするんですけどね。フーディンは、ユリ・ゲラーの進化後かな。多分そういうことですね。フーディン。ですよね。ケーシー・ユンゲラー・フーディンです。非常に高い知能を持つ、生まれてから死ぬまでの出来事、すべて、そらすごいね。強力な超能力を操る、両手のスプーンはその力で作り出したという。へぇー。結局あのスプーンはやらせって言いますよね。僕らの時代は、僕らの時代って言っていいかわかんないですけど、給食の時間にずっとこの、火曜日が、かな、金曜日にたまにカレーになるんですよ。カーと金がご飯の日で、あと全パンの日だったんですよ。で、カレーの日はスプーンなんですよ。で、今みたいにこうプラスチックのスプーンじゃなくて、おかん、プラスチックのスプーンじゃなくて、また買ったのね。めちゃめちゃたまるかな。プラスチックのスプーンじゃなくて銀のスプーンだったんですよ。で、その時にやっぱユリゲラーめちゃめちゃ流行ってて、ずーっとこの、擦って、で、曲げたいみたいな。で、なんか、どうせこれ硬いから絶対曲がるわけねえや、みたいな形で言って、おー曲がった曲がったーっていう子供がいたんですよ。で、それも結局のとこ曲がったっていうか、机に押し当ててグッて曲がって、なんかこう、を擦ってこう曲げたーって言ってたっていうのがあって、で、めっちゃ教師に怒られましたかな。まあ、そらそうよね。だってその曲がったスプーンもう使えないわけじゃないですか。多分あれ再利用ですよ、洗って。で、曲がったスプーンがあったら、しかもこう、まあ、なんていうんですか、この、不思議そうじゃん。不思議そう不思議だね。不思議そう不思議だね。何だったっけ、不思議バナか。本当ね、ひどい時代よ。なんか一時期なんですけど、芸人のとかが、なんでだろう、ダメとか、あと、かなりこれひどいですけど、HG って方がいて、まあ、リッキー・マーティー流しながらなんですけど、HG さん今どっちかっていうとなんか、文化方面みたいな、出てると思うんですけど、なんか腰を振る、ながら笑い取るっていうのがあったんですよ。あ、これは確か、スターミーか。それが、子供がやっぱ真似するじゃないですか。みんなずっと腰振るわけですよ。で、それで、なんか学校で、レーザーラモン禁止みたいな。今なんか禁止ってあるんですか？このお笑い芸人のあの真似しちゃダメとか。で、イナバウアーも確かね、良くなかったんですよ。荒川静香さんが、取った時にイナバウアーってのがあるんですけど、技が。ヒトデマンスターミーか。体を高速回転させ、海を泳ぎながら小さなプランクトンを吸収と。とか、真ん中のコアが七色に輝いて、で、水とエスパーか。荒川静香さんのイナバウアーって技があって、腰を反るんですけど、なんかイナバウアーを、お！やったじゃん。これってこの後でどれにするかで進化決まるんですか？あら？これって悪タイプでしたっけ？エイフィーか。そうか、なるほどね。あの EV の時からこれ戻すってできるんですか？勝手に AV になっちゃったじゃん。あんま理解しなかったね。AV はエスパーか。エスパー多いんだよなぁ。エスパー多いんで、どっちかっていうと電気の方が良かったかな。でも悪タイプもないしな。ありがとうございます。なんか愚痴っぽいことをずっと言うと思う。腰を反って腰痛めたって人が続出したらしいんで、やっぱ良い子は真似しないでねって言って、いや俺良い子じゃないから真似するけどねとか、あの良い子は真似しないでねって効果あるんすか？ちょっと僕はそれを聞きたい。
良い子は真似しないでねって、俺悪い子だからやっていいんだよねって、なんか当時の時によう言うてたけど、でも今でもなんか注意喚起って良い子はしちゃダメだよ。あれ結局頭突きでどうこうとかはなかったのかい？なんか頭突きでこれみたいな、マサラタウンにあんのかな。まあ、いや進めましょうか。確か大木戸博士からロッククライムみたいなもらえるんで、これで光の鈴もらって、私の弟トキワシティのジムリーダー、しょっちゅうジムを留守にするんだ。なるほどね、さっき確かにジム留守でしたからね。なんか人の布団で寝れないのかい？エアウィーヴ、人んちの布団、干した後の布団にいきなりダイブしたるみたいなね。悪魔です、悪魔。私もポケモンを育ててるの、今じゃガードマンの代わり。なるほどね、確かに。そうやったらピッピとかじゃなくて、可愛いのじゃなくて怖いのにしないとね。あら、こんにちは。うちのレッドは旅に出てるの。あー、なるほど、ライバルか。頼りがないのは元気な知らせっていうけど、それでも心配よね。レッド君って確かライバルでしたよね。リーダーもいいの。じゃあレッド君のね、お前んちのベッド俺もう寝たからねみたいな、これちょっとライバルにマウント、お前んちのベッドもう使ったぞ、こんな最悪なことない。意外なところでこのうち、あー、いつもなんか撮ってないか、たまには撮ったのか。見えない。まあ、たまにあるよね、こういうのって。まあ、だから大きい人を後ろにしないといけないですよ。大きい人を後ろにすると、差別だーっていう風に言うんですかね。科学の力ってすげえ。上手には海の向こうの国の人たちとポケモン交換でき、そんなあるんだ。はぁ、そんなあったっけ？それは科学の力すげえ。博士のポケモン講座は関東と上都どちらでも、あ、ラジオね。確かに。ここだけの話ですけど、大木戸博士のポケモン講座は生放送じゃ、まあまあまあ、全然全然。ラブカさんが図鑑を作ってくれるので、博士の研究がはかどってますか。なるほど。おう、こんな遠いところまでよく来てくれたね。どうじゃ、関東のトレーナーたちも手強いだろう。関東のバッジも集まってきてるようじゃな、大変だろうが、この経験はきっと力となる。すべて集め終えたらまた遊びに来なさい。わしからプレゼントをあげようと。消化してもらおうか。うん。195。捕まえたのは78。3割弱か。なるほど。普通に育てるだけじゃ、進化しないポケモンもおるぞ。そうなの。また図鑑を見せて。あれ？結局全部出さないと、ロッククライムみたいなのは見せてもらえないってことか。そうね。だから全部集めて大木戸博士に見せたら、すごいねっていう風に。結局、じゃあロッククライムは、全部集めてからじゃないとダメってことか。勝手に人の、勝手に。ちょっと待ってくださいね。確かロッククライムは、あ、16個集めるとかね。OK でございます。こういうのが便利ですよね。攻略本のいいところですよね。まあ、予測が立たなくなって、予測を立てないでもう自分でこう、勝手に完結しちゃうんであれですけど、予測を立てて、それが合ってるかを合わすっていうのがベストですよね。これって、宿んので海でこっちに渡れってことかい？こういうことかい？ここにも何かいるんかい？一応ね。お！あれ？モンジャラは確か。ちょっと待ってね、モンジャラだったら、ちょっとエイフィーデビューしますか。エスパーは、でも、ま、これから技を覚えていくってことですよね。あ、弱っ。あ、でも、ひるませたわ。砂かけるか。ダメージを与えないのか。
なんかこんなんだったな。ああ、これは泥仕合やな。アラちゃんだっすか。キクちゃんもありっすけどね。アラちゃんの岩砕きぐらいで削れるんですかね。なんか確か技で瀕死にさせてるけどやっつけない技ってのがあったんで、それを調べとこうって言ってて調べてないという。今調べるか。確か捕まえやすいみたいな。なんか瀕死にさせて捕まえやすい技みたいなのがあったはずなんですよね。やるよ、やりよるな。居合切りかな。あ、そうか、居合切りだ。あい！あら！最悪じゃねえか。なんだったっけ？調べとこ。これ、もんじゃが出たのが、ほぼ奇跡で、もう、伝蔵みたいな、あー、なるほど。常にここはもんじゃら、もんじゃらゾーンね。さすがに陣痛力は一発っすよね。またさすがに、お方は強すぎるか。じゃあ、チクちゃんにしとくか。これ下に行けんのかな？ちょっとチクちゃん入れといて。多分、そんな入んないんですよ。どうなんだろう。あ、ダメか。ちょっと待ってね。技？気合い。なんかね、調子に本場で気が取りに行く。横取り跳ね休め6カット。違う。なんか峰打ちみたいな。峰打ちみたいなのがあったんですよね。誰か持ってるはずなんだよな。どっかで書いたのかな。ちょっと調べとこ。お、バリアードくんじゃないですか。バリアードいたかな。あ、バリアードいたかな。あ、いいじゃないですか。急所にさえ当たんなきゃね。で、金に物言わせて。確か捕まえてないと思うんだよな。金に物言わせて。大事なことですよ。エスパーね。生まれつきパントマイムがうまい。育つごとに技は上達して見えないものも生み出す。ああ。壁とかね。あれは壁は生み出されてるってことなんですかね。バリアードさんいいっすよね。そうね、大事なのはモンジャラなんですよ。レベル25とかじゃなくてレベル30ぐらいのモンジャラが欲しいっすけどね。贅沢言っていいなら。いや、もうやっつけるんだったら
能力が上がんない意味なくねと思ってんですけど、そういうレベルではないか。25か。結局これチクちゃんで何こうしても一発でやっつけちゃうから、それだったら宿んで泥仕合した方がいいですかね。これどうなんだ。ああなるほど、継続ダメージか。どうだい。あ、いいぐらいですね。なかなかの泥仕合です。おー、いいじゃないですか。あれ見るとどうしてもファイナルファンタジーを思い出すな。カイナクソっすよね。うわ、うー、草、そうか、水は草に弱いのか。スーパーボールよりもハイパーボールの方がいいわけですね。スーパーボールの方がいいイメージ。うー、全然じゃないか。すごく性能のいいボールというとね、金をドブに捨ててんのと一緒ですかね。ふぅ。確かモンジュラは使わないじゃなかったと思うんだよな。ですよね。電子オーツターはいつも細かく動き続けて相手の神経をかき乱す。草タイプね。草タイプか。なんか悪とかっぽいけど。人を見た目で判断しちゃいけませんですけど。人を見た目で判断しちゃいけません。お、ガール。あ、ねえねえ、サンオイル塗ってくんない？それともポッキモン。サンオイル塗ってくださいって言って塗ったら、キャーこの人、変態。不同意性、わいせつ罪ですって言って、訴えてくるかな。あ、パウワフね。パウワフか。今で、不動意でって言ってるじゃないですか。だから今のやつはちゃんと録音して映像として残しとかないとダメなんですよね。今の時代は。ラッキーなんて言っちゃダメですよ。お互いのためにこういうのは知らない人じゃなくて、パートナーとかに言わないとね。パウワフは、パウワフ15になるんだ。へぇ。凍るほど寒いところが好き。氷点下10度くらいで気持ちよく、すごいね。分厚い脂肪のおかげで寒い冬もへっちゃらだけど、暖かい海ではちょっとバテやすいか。なるほどね。ここにも、地球温暖化の影響が来てますね。海中とかが、あー、これが進化後ね。海中は暖かくなってきてるから、パウダーフが住みづらくなってますよね。15年。ジュゴンは全身雪のように真っ白、寒さに強く氷が浮かぶ、海も元気よく動き回る。食事の後は砂浜で日光浴、体温を上げて消化を良くするか。なるほどね。でもこれ寒さに強いタイプってどんどん地球全体が暖かくなってるから一番影響を受けそうですよね。今もう寒暖差がひどいから急に寒くなるからね。もう四季なんてないですかね。本当に国が認めないといけないんじゃないですか。日本には四季がありませんって。日焼けが気になるわ。家で塗ってこいよ。あ、でも家で塗ってきてベタってなるからやっぱり現地で塗らないと。シミそばかすが心配な年頃なのよ私。確かに心配した方がいいよ。釣りも飽きた。よし、勝負だ。じゃあ、ちょっとここ、俺も釣りだな。釣れないとね。シェルダーね。
シェルダーからさっきのもじゃもじゃになるんでしたっけ。違った。シェルダーからタルシェンか。2枚の殻を開けたり閉じたりすることで後ろ向きの、へぇ、そのスピードは結構速い。後ろ向きね。硬い殻はどんな攻撃も跳ね返す。開いた時に中を攻撃されて弱い。なるほどね。惨敗だ。ウニをイメージしてるんですよね。おとなしく釣りをしてるよ。隣でものすごいの釣ったのが。隣で、ジャッカルで。ジャッカルという高級竿で。どっちかっていうとルアーの方が大事ですけどね、ジグとか。結局、まあ、ドックラゲとかなんですけど。でも40か、強いな。40は強いっすよね。40のドックラゲは強いな。あ、ちょうどいいじゃん。ちょうどいいやないか。あー、まあ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 。ちょっとじりじりと削られていくんですけど。あー、やっぱり4、5回やんないとダメだな。あ、でもこうやって自分にバフかけてくれたらターンが稼げるんで、巻きつくはめんどくさいですけど、まあこれで決めりゃいいだけの問題です。あー、ダメか。巻きつくでやられるってのはつまんないっすよね。体力がありゃ、ああ、そうなんか。じゃあ回復させるか。不本意っちゃ不本意ですけど、お金で解決できることはお金で解決する。これがめんどいんすからね。違う違う。なんかこれもハイパーボールさえあれはいいなと思ったけど、ウォーターボールとかその属性というか地域に根ざしたボールがあるんだったら、そっちを投げた方がいいんすかね。 4,5 回枯れましたかね。まあいいんですけど、全然お金で解決できることはお金でね。レベル40のドックラゲは激アツっすよ。もう一丁いっときます。なんとなく。お、チックちゃんの方がびっくりマークと自分がびっくりマークってちょっと違うと思ってんすよ。あ、シェルダーは仲間にしてたかな。後ろ向きに進むやつっすよね。これ下手に陣痛力とかよりは原子の力とかでちょっとやった方がいいかな。あーす、おーい、シェルダーいなかったんじゃないか。もう一回いっか。このね、隣で、やっぱちょっとだけ残すっていう。おお、チョンチ、こうめちゃめちゃええやないか。ちょっと待ってね、本当にまたやっつけちゃだ嫌なんですよね。空飛ぶぐらい食シグナルビールめっちゃ強いイメージなんですけど、チョンチ、やっつけないでよ。
あ、いいね。チョンチーからランターンになるんだ。へぇ。フィレが変化してできた触手は、それぞれがプラスとマイナス。へぇ。暗い海底ではいつも点滅している触手の明かりだけが通信手段。なるほどね。ちょうちんあんこう的なやつですよね、チョンチーって。ここめちゃめちゃええやないか。あんこうポケモン。二つの特殊の滝からプラスとマイナスの電気流して相手をしびりさせるか。水と電気ね。いいじゃないですか。ここちょっと熱いな。なんかいい釣りスポットってずっとねえなって思ったんですけど、とここ激アツ釣りスポットですね。水タイプはギャラドスがいるから、まあいっちゃいいんですけど、シルダーも確かいないんですよね。あー、やっつけたかな。あ、いいね。もしかしてこのジャンプって半分にすんのかな。そんなことないか。よし、めっちゃ捕まえれたぞ。2枚の殻を開けたり閉じたりすることで後ろ向きに泳ぐ。このスピードは結構速い。その2枚以外ポケモンね。さあ、それでは今回はちょっとキリがいいんでこれ終わりますか。まあほとんど進まないで、ポケモン集めてるっていうこと時間かけた気がしますけど、でまだリーダーがどこ行ってるかわかんないんでね、そこのところをちょっとしっかりとチェックして次に進みたいと思います。